ということなんですわ。川野がねあんま出なかったのはね、マジでこれの練習に結構力を割いてて、まあ、あんなガン刺さりするとはという、これずっと隠すのマジでマジでやった。まあ勝つことができましたけど、僕対アキラさんももう紙一重でしたしね。で川野のもまあスカルというか全然通用しない可能性も全然あったんですけど、まあ、川野がマジでクオリティ超高いルシア持ってきて、今日は本当にチーム戦の妙味が出ましたね。まあそのぐらいやっぱもうフードさんどうすんの問題がやっぱあったんですよ。だから例えば今日ここでうちらフードさんに負けるじゃないですか、じゃあ本当にどうやって倒すのってなるじゃないですか。だからもう絡めてで倒すしかない、とりあえず1回でいいから倒す、これが大事。強いやつとまともに勝負しちゃいけない、だって強いから。いや結構みんなが見たかったものを見せれたんじゃないかなと思いますわ。なんか本当に環境で全く見ないようなレアキャラで最強プレイヤーを圧倒するっていう、なかなかセンセーショナルだったんじゃないかなと思います。え、黒人さん川野ルシアって言ってたん？インサイダーやろ。影もねプラン完璧やったんですけど、ちょっと噛み合わなくて、その後梅原さんがあれうまくて負けちゃいましたね。まあしょうがないあれは。いや川野ようやってくれたわ。まあそもそも立川がいたから練習できたっていうところでかいんですけどね、立川がいたから練習できたっていうのもある。当然まさかこんなことが本当に SFL で起きるとは。いやーでもここきついとこやったから40、30って取れたらマジででかいわ。これでかすぎうちとしやです。でかすぎうちとしや。実際ねルシアあれなんですよ、立川がいけるって言ってもまあ一人だけやって怪しいやん。プエがいやこれルシアってめんどいっすわ普通にって言ったんですよ。そこで信頼度が爆上がりした。プエがいやこれ結構きつい要素多いって言って、あのゴーサイン出ました。だってフードさんに負けたらマジやばいから、10点差やったから。もうあとは次バロ一緒にやった時にお前らキモすぎって言われるのをすいませんでしたっていうだけ。お前らマジでキモすぎって言われるの本当にすいませんでしたって言うだけ。ずっと隠してるのそわそわしませんでした。そわそわもしてたんですけど、もう楽しみすぎて、もう立川もプゲもマジで期待していいって言ってたから。で蓋開けてみたらやっぱもう知識差がやばくて、一本取った後に多分勝つなと思った。えぐい知識差あったから、あれもっと先までっていうのがあれなんですけど、あのホームで確実に当てれる時に絶対一回当てたかったんで、もうこれは多分理想っすよ。むしろ他チームに対する牽制にも結構なる。あのルシア戦やんなきゃいけないっていう、嫌すぎでしょルシア戦やらなあかんとか。俺ならめっちゃ嫌。無敗継続しましたけど、無敗ってあんま意味ないっすよ。どうせいつか絶対負けるから、どうせいつか負けるから、別にもうなんか今全勝とかどうでもいいんすよ。無敗って言葉心地よくない。いやあの勝率ってあんま意味ないっていうか、そんな大事な要素じゃないと思ってるから。むしろ今日のサコさんみたいにここは絶対勝ちたいってところ勝つ方が偉い。サコさんすごかったマジで。ああいう試合をガチであの勝つのが本当に大事。あれは久しぶりに、あこれはサコさんやなっていう内容やった。いやだって今日さボンちゃんの顔とかさ、トリメスさんが勝った瞬間とか、トリメスさん勝ったのにボンちゃん顔まだ全然元気じゃなくて、いや、 やっぱ結構まだ食らってんやろなと思ったら、サコさんが勝った瞬間もう結構元気になって、だあれはもうチームからしてもめちゃくちゃ価値の高い一勝っすよ。なんやろ、一勝以上の価値がある一勝やから、だからああいうのが本当に大事な一勝。まあまあボンちゃん多分今は休養中でしょ。ここでボンちゃん大将行ったらファブ鬼やなって思ったもん。トキノさんやったら行かせそうな怖さあるから、なんで行けないのとか言って。そうだから今はさすがに休憩しよう。今日大将戦混じってたらファブ結構エグかったっすからね。今日のでファブ生き返りそう感はある。そうっすね、今日もあのー
ギリギリまでガチ君と僕どっちが出るかマジでギリギリまで悩んだんですよ。ギリギリまで。けどチームで休んでないのガチ君だけやったし、多分僕とガチ君でキャミーに対しての感覚そんな変わらんっていうか、なんなら僕の方がいいかもぐらいやったから、もうガチ君今日は休めって休んでもらいましたね。ドグラは個人配信も外もふざけてるくせにちゃんとやってるやつの勝ち方するからムカつく。これでプレイ不真面目やったらゴミっしょ、ただの。これでプレイ不真面目はゴミでしょ、俺の普段の立ち振る舞いで。まあ、ちゃんと勝ってって、まあ、ドラフトで取られたからにはね、やっぱチームの負担軽くするとか、まあ点稼ぐのが一番分かりやすいからな。どんだけいってもやっぱまあ勝たんとなっていうのがやっぱあるんで。もちさん、ふひひ、俺の勝ち。ファン絶対ファン増えないな。もちさんはそんなこと言わない。アキラ君に対してインタビューちゃんと答えてるのエモかった。いや、二択やったんすよ。どっちにしようかなと思って。君は本当に強くなった。君は危険だ。消えてもらおう。で、アーマードコア2ネタ行こうかなと思ったんですけど、多分本当に誰もわからないからやめようと思って、真面目にしました。まあでも、アキラさんとの対戦は確か、本当にやりながら、結構自分でもしみじみ対戦したんで、まあ良かったっすね。マチャボーもルシアあるな。ルシアがすごい出てくる。ルシアが出てくる。うなされてる。孫さんはインサイダーでルシア知ってた。え、情報漏洩してるぞ。どっからや。どっから情報漏洩した。孫さんはだいぶ前から聞いてた。おい、川野やんけ。これで190点。5節終わって190点。平均ポイント32点。え、違う。じゃあ5か。36点、38か。いやでも今回ので俺らの勝ちたさ伝わったと思う。マジでやばくない？一人最強プレイヤー倒すためだけにあんだけ時間と労力かけたんですよ。マジで勝ちたさ伝わったと思う。テロテロヘラヘラしてるんじゃなくて死ぬ気でやってるんですよっていうのは多分伝わったかなってある。思う。さすがにそこがね、アピールできただけでも結構嬉しいかなって思いますわ。川野マジで立川とプゲとずっとキモキモオフライン練習してましたからね。キモキモオフライン。情報を残さない。一番勝ちに貪欲なはず。そこだけはマジで分かってほしい。火曜のファブ戦が終わった後、ドグラさんが金曜の名古屋戦は面白いものが見れると思うわって言ってくれて、ああなるほどっつって、多分川野くんがオフラインでやってるっていうか出てないし、多分川野くんなんかなみたいな、タチとよくやってるしみたいな、見合わせしてて、あ、俺は聞いてなかったですよ。まあおもろいの、その隠し玉があるってことは聞いてた。どういうキャラかは知らない。フードさんを倒すためだけの隠し玉がいるって聞いてて、楽しみにしてたんですけど、今日の昼ぐらいからのチーム練習隣でやってはんの時に通話に思いっきりキャラ見言ってて、僕ネタバレ食らって、僕こんなに次回予告見て楽しみにしてたのにさあってなりましたね。キャラ名めっちゃ聞こえてるんですけどみたいな、はい、なりました。桃太郎のネタバレしたろかと思いました。ルシアさーって言ってて、あなたさーって思いました。あんだけ匂わせといてって。